皆さんこんばんは。ナレッジキャピタルの松川です。今日もたくさんの方に視聴いただいてましてありがとうございます。バーチャルスプリング X、聴覚オンラインではこれから3週にわたって、イノベーティブなビジネスを作ろう、仕事を生み出す秘訣シリーズですね、こちらをお送りしてまいります。第1回目の今日は芸術のための科学技術、デジタル技術で誰でも文化財に触れられる未来を作るをお送りします。私たちの住む世界が大きな変革を迎えている今、どのような会社、どのような仕事を作り出していくのか、このシリーズでは斬新なアイディア、独創的なテクノロジー、そして社会に向けた鋭く優しい視点など、様々な角度からですね、新しい仕事に取り組んでいる3名の講師の方々をお迎えして仕事を生み出す秘訣についてお伺いしたいと思います。第1回目の今日は京都大学名誉教授井出有先生をお迎えしてお話を伺います。アートデザインとテクノロジーをつなぐ新しい仕事についてお話しいただきたいと思います。まずはナレッジキャピタルを知らない方もいらっしゃると思いますので、いつもの通りナレッジキャピタルの説明から入らせていただきたいと思います。ナレッジキャピタルは JR の大阪駅のお隣、グランフロント大阪の中核施設で、現在13の事業者によって運営されています。ナレッジキャピタルについて一言で言うと、知的創造交流の場ということで、そしてそのコンセプトは感性と技術を融合して新しい価値を生み出すということです。研究者やアーティスト、クリエイターやエンジニア、そしてビジネスマンから一般生活者までですね、さまざまな人々が集まって知恵とアイディアを交換することで、製品やサービス、文化や人材に至るまで新しい価値の創出を目指しています。そしてそれを私たちはナレッジイノベーションと呼んでいます。ナレッジキャピタルはナレッジイノベーションを生み出すための機能と施設があります。交流のための会員制ナレッジサロン、大学企業の最先端技術や製品を展示するザ・ラボ、みんなで世界一研究所など、さまざまな施設があります。また施設以外にも、人と人、企業と企業をつなぐコミュニケーターという専門スタッフがいます。これらの機能を活用しながら、さまざまなサービスや製品、人材を生み出しています。加えてですね、国際交流も盛んに行っていて、アジアをはじめヨーロッパなど、海外16の機関と基本協定を結んでいます。結構グローバルに活躍してるんですね。そしてこのような施設と活動が新しい都市開発のモデルとして世界から注目を浴びて、開業から今日に至るまで81カ国476の団体が視察に訪れています。そんな中で8年目を迎えたナレッジキャピタルはこの度新たに実践的な学びとスタートアップサポートの場、スプリング X をオープンしました。スプリング X はスタートアップの輩出やイノベーティブ人材の育成を目的とした場です。スプリングには名詞では春、泉、バネ、動詞では飛ぶ、跳ねる、湧き出る、芽吹くというような意味がありますね。X は未知なるものという意味ですから、要は今までに見たこともない新しいものがここから芽を出し湧き出てくるようなイメージです。また X は掛け算の掛けるという記号にも似てますよね。人、物、企業、アイディアなどいろんなものが掛け合わさることで新しい価値につながる、そんな願いを込めています。施設内は黄色、緑、ピンクのエリアがあって、ちょっと刺激的な色合いで構成されています。5、6人の少人数から50人くらいまで、さまざまな規模の講義プログラムができるようになっています。
スプリング X の柱のうちの一つが聴学校。これまでも定期的に開催してきたナレッジキャピタルの人気プログラムですが、それを今後はこの場所を中心に本物の地と触れ合う機会をより多く提供していきたいと考えています。そしてもう一つが対流ポット。アイディアを会話で育てるということで、まあ、いろんな人が集い、刺激を与え受け合うことで、新たな発想が生まれる機会を作っていきたいと考えています。このスプリング X は、プログラム提供時以外はカフェとして、開かれている場なので、普段からここに来て、お茶を飲んだり、まあ、大人の方はお酒を飲んだりしながらですね、対話を楽しんでもらえればと思っています。では、前置きが長くなりましたが、プログラムに入っていきたいと思います。まずは、ナレッジキャピタルの総合プロデューサー、野村さんに、このシリーズの説明をお願いしたいと思います。それでは野村さん、お願いします。はい、皆さんこんばんは、ナレッジキャピタル総合プロデューサーの、野村です。本日も、視聴いただきましてありがとうございます。今、松川の方から話がありましたけれども、このスプリング X ではですね、スタートアップ人材、イノベーティブ人材のための新しい学びということを、まあ、聴学校という、まあ、タイトルで お送りしているわけですけども、まあ、スタートアップっていうと、一般的な企業、会社を起こす、業を起こすっていうことに捉えられています。もちろん、これ、こういうことが、まあ、重要なんですけども、まあ、それ以外にも、行動を開始するという意味があります。また、イノベーションもですね、今一般的には技術革新というふうに訳されてますけれども、まあ、これもですね、新たな価値を起こしていくと。変革を起こすということが元々の意味としてあります。ですので、聴学校というのは、会社を新たに起こしたい、あるいはイノベーションを起こしたいという人たちのためのものであると同時に、何か新しいことを始めたい、自分の生活においても新しい変革を生み出したいという方にとってもですね、必要な、いろんな学びの機会を提供していきたいというふうに考えています。で、まあ一般的にスタートアップのための学びっていうと、例えばビジネスモデルをどう作るかとか、あるいはまあ事業計画をどうするかとか、資金調達をどうしていくかっていったことが、まあ、主要なテーマであったりするんですけれども、もちろんそういう知識とか情報も必要だと思うんですが、まあ、我々は、まずもう少しベーシックに人間を知って、物事の本質を知って、いうことが、まあ、新しい会社を起こす、新しいビジネスを起こすためには必要なんじゃないかなということで、例えば哲学や歴史や、科学やっていうことも、まあそういう知識も提供していきたいと思ってます。できるだけ、まあ、広い視野とその基盤となるような思想といいますか考え方を作るための学びの、場所を、まあ、提供していきたいというふうに、この聴学校では考えております。で、今回のですね、シリーズの仕事を生み出す秘訣シリーズっていうのは、まあ、実は、後ほどご紹介しますけれども、ナレッジキャピタルのザ・ラボっていう、みんなで世界一研究所っていう展示スペースがありますけれども、ここのリサーチャーをしてもらってる安田敦彦さんと一緒に、まあ、この企画をいたしました。で安田さんは、京都大学の大学院で航空工学を専攻されてですね、その後、IHI、という会社で、ジェット機のエンジンの設計をされてたんです。ところが、まあ途中でですね、その会社を辞められて、新たに自分でですね、会社を作られました。スタートアップですね。その会社自体はですね、映像、科学的なこと、情報を映像にする、可視化するという会社でして、今も VR、バーチャルリアリティであるとか、MR、ミクストリアリティというような最先端の技術を使った映像、特にその科学的な内容を可視化するという仕事をされてます。で、その安田さんと一緒にですね、これからまあ新しいそのスタートアップイノベーションのためにどういうことが必要なんだろうかということを安田さんと共に話し合ってですね、まあ、新しい仕事を生み出すために、それに見合ったいろんな先生方を来ていただいて、そういうお話を聞いていこうということで、できるだけまあ斬新なアイデアとかですね、独創的なテクノロジーとかということを学んでいただける機会を作っていければなというふうに考えています。ですので、今回ですね、特に COVID-19 という問題があって、まあ、いろんなその産業を変えていかないといけないと、新しい産業を作っていかないといけないという時代に来ていると思います。その時に、まあ、新しい仕事を生み出すということが
最も重要で、これまでの仕事を変えていくということももちろん大事なんですけども、新しい仕事を生み出していくと。そのためのヒントになればなということで、今日から3回をシリーズで行います。で、今日のゲストであります、京都大学の名誉教授の井出亜里先生についてはですね、後ほど安田さんの方からご紹介いただけますけれども、まあ基本的にはその文化財のデジタル化ということを長くされてきた先生です。ですからアート、芸術をですね、いかにデジタルとして残していくかということを仕事とされている先生ですので、まさにその芸術とアートとテクノロジーということを融合させるということが大事だということをされてた先生ですので、今日はぜひ楽しみにしたいと思います。ではまずですね、安田さんをご紹介してですね、安田さんから井出先生にいろんなインタビューをしながらですね、話を聞いていっていただくという形にしたいと思ってます。それでは安田敦彦さんをご紹介します。Zoomsという会社をされてます。安田さんです。安田さん、よろしくお願いいたします。はい、野村さん、ありがとうございます。皆さん、こんばんは。そしてまた、はじめまして。私はですね、ご紹介いただいた通り、ナレッジキャピタルで、ここで、リサーチャーという仕事をしてながら、株式会社 Zoomsという会社をやっております。安田敦彦と申します。どうぞよろしくお願いします。で、今回のシリーズ、3回、今週、来週、再来週と3回にわたって、一言で言うと私がですね、話を聞きたいと思った3人の素晴らしい方をお招きしたいと思っています。で、今日の井出亜里先生なんですが、実はそのナレッジキャピタルにもうぴったりの人だと私は思ってるんですね。というのは、このナレッジキャピタルも最初からですね、開業当初から、アート、デザインと、テクノロジーの融合ということを歌っていまして、それをまさに、一人でというか、長年といいますか、それをやられてきたのがこの井出亜里先生だと思うからです。ちょっと長々と話になりましたが、早速、お呼びしたいと思います。では、井出亜里先生、お願いします。こんばんは、井出です。顔と名前は一致しませんが、決して怪しいものではありません。ご安心ください。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。井出先生、どうも。素晴らしい場所ですね。今、背景になんか屏風絵があるんですけども、これ何ですか？この屏風ですね、これ、少し長いお名前の屏風で、覚えるのも大変ですけれど、実月式山水屏風ですね。ほうほう、実は実月。お日様ですね。日と、はい、お月さんですね。そして四季が描かれている山水という名前はついてるんですけれど、そういう屏風で、国宝に指定されているもので。国宝ですか？はい、国宝です。国宝の中でも、国宝屏風の中でも非常に古い歴史を持つ屏風であって、なるほど。大体日本の屏風は400年ぐらいの歴史をあるものは多いんですけれど、これは500年以上、はい、おそらく500数十年というもので、大阪の南にある金剛寺ですね、そこは保管している世界的見ても非常に珍しい屏風です。河内長野ですよね、金剛寺。そう、河内長野です。これは非常に複雑な技法をほぼ、500年以上前に使った金、銀、そしてその多くの材料を非常にうまく使った、おそらく今で言えば材料工学の博士は数人ぐらいいたんじゃないかなと、私は思うので、その金を非常に薄く、いわゆる白化すると、金箔を作るということも、あとその紙、そして顔料は非常に素晴らしいものであって、はい、私も実は出会ったのは数年前ですけれど、もう一目惚れして、これはその後私のある意味でライフワーク的なものに、なるほど。今私はここで今日はちょっと特別はい、使わせていただいていますけれど、非常に、素晴らしいものを、はい、
数少ないレプリカの、私たちの技術を使ったあのレプリカのレプリカです、ね、50% サイズですね。なるほど。100% の、あのサイズ、いわゆる現物と、本物と同じものは、大阪に作ると。年2回ぐらい見れることになりますので。なるほど。ぜひ見たいですよね。見てください。はい。はい、まあ、もういきなりちょっと屏風の話をすると、こんだけおしゃべりになるということで、もうすごくもう喋ることはいっぱいある井出先生なんですが、まあ今ちょっとお話になった通り、国宝ですからね、もちろん本物ではなくて、レプリカなんですけども、そのレプリカというところが、まあ非常に井出先生がずっとやられてきたことにつながるわけですよね。はい。そのデジタル化ですね。はい。その、はい。で、今日のテーマというか、先生のこのタイトルが、まあ、芸術のための科学技術というものなんですけれども、まあ、そもそもそれは何なんだと、芸術ための科学技術っていうのはどんなことなのだっていうのをちょっと最初に、井出先生の方からまとめてお話をいただければと思うんですが、そうですね、このキーワードはまた何回も出ますけれど、これはあの私はあのエンジニアですね、あの、うん、安田さんに近い、はい、先生工学部、工学部出身なんですね、電子工学と、まあ、あの原子、物理に近いあの電子工学は出身ですけれど、その私はほぼ30年前京都大学であの、いわゆる教員として、まあ、もちろんそのほぼ50年前に京大に入学したんですけれど、30年前にこう教員としてそこであの、いわゆる働き出してその、教育にあの携わったことになりましたんですけれど、その2000年に入ってから従来の非常にこうあの特徴的なあの工学的な話から、そういう先端技術を使ってあの違うことをやれないかということをあの考えて、その、まあ、その違うことというのは先端技術をバイオにですね、あのバイオエンジニアリングにこう使いたいとか、バイオ、はい、バイオテクノロジーですね。あのそうですね、あのそれに使いたいとか、あるいはあの、まあ、それもちょっと、まあ、あの、まあ、半分飽きたところで、飽きたところで、はい、あの、文化財に注目して文化財にそういう先端技術を使おうということになったんですけど、それが2000年頃ということですか？2000年頃ですね。それであの私はまあ京都にいたからこそあの恵まれたあの文化環境にいまして、それは可能になったんですけれど、最初はあの工学とかあのいわゆる原子物理の学会で発表したりして、みんなはあの半分冗談で聞いていたんですね。だから私の講演は、結構招待講演とかそういうのが多かったのは、その中身はすごく招待講演にこう、値するんじゃなくて、面白くてあのランチミーティングとか朝食ミーティングとか、そういうところで、いわゆるこうそういう場をいただいていたわけですね。はい、まあ、そもそもそういう分野がないですもんね。そもそもそういう分野はあの ないんですけれど、あの、まあ、話すと非常に長くなりますから、また時間ありましたらまた話を。そうですね、あのちょうどちょっと歴史のことは。それでね、あの今ちょうど出ている、あの一枚のメッセージ、パワーポイントですけれど、これはあの私たちの、まあ、ちょっと私はもう退職してるから、まあ、京都大学とあのほとんど、あの直接の教育関係はないんですけれど、その、まあ、その当時、これはあの私は実はあの日本のかなりその、まあ、面白いアジアとの交流 あの場であの時間をいただいてお話ししたところで、あの、まあ、私たちのミッションは何かと、何を目指しているかというのを京都大学でという。まあ、私だけの、まあ、私の研究室だったんですけれど、やはりその世界の文化財をあの私たちの技術をできるだけこ うまく使ってあの守るということは、まあ、研究室のフィロソフィーになったわけ、ミッションになったわけですね。その研究の目的は最先端デジタル技術を使って
文化財を守るとなると、何に対して守るかというと、これはちょっと4つぐらい並んでるんですけど、最初は3つだったんですけど、戦争と貧困と無知という3つのところから、その問題から守りましょうということで、学会で何回言ってるうちに結構議論があって、いや自然災害もありますよとおっしゃる方は結構多かったから、私も4つを選んでここに出して、戦争、自然災害と貧困と無知、この無知が一番衝撃を与える言葉であって、やっぱりその文化財 の、 破壊は進んでいるのは、いわゆる僕らの社会のこう無知も、そうなんですね、というポイントですね。はい、これは私たち の、 当初から の、 ミッションになっています。なるほど、まあ、非常に大きな、ね、話から今入っていただきましたけど、まあ、今日のこの講義がちょっとでも無知を、ね、減らすことになればなと思いますので、もうちょっとご教授をお願いします。それではですね、まあ、今日、お話だけではわからないところも、まあ、多々あると思うので、ちょっと動画をですね、先生がまとめられた動画を一回流しながら、で、ちょっと解説をいただこうかと思います。で、これは、先生の方で、最近作られた動画だと思うんですけども、まあ、直接関係あるなしにもかかわらず、ちょっとこの辺の、この活動の様子って、ちょっと説明をいただけますか？はい。まあ、私まとめたよりも、日本のこう役所はまとめて、はい、まあ、世界配信すると、まあ、日本はこういう取り組みをやっているよということは、目的で、まあ、実は、まあ、YouTube で探していただければ出てきますけれど、これは、いわゆる、まあ、すでに、まあ、十何カ国に、こう、そういう多言語化されたものです。それで最初はまあ、後ろにある日月屏風の映像から始めるものですけれど、これはまあ、京都という日本で、まあ、一応ハイテクの街でありながら文化の街でもあると。これは世界的に見て非常に珍しいケースです。ハイテクの町と同時に文化の、まあ、千年の文化のある町は世の中にはそんなにないんですね。まあ、そういう非常に恵まれた環境で僕らは仕事を、できるようになりましたので、まあ、私はエンジニアであって、まあ、今でもエンジニアリングと機械の設計をやってるんですけれど、その文化財に害を与えずにその文化財を記録するということは、非常に大事なことであるという。記録ですね。文化財を記録する。そうですね、今これ、動画に映ってますが、これはスキャナーですか？そうですね、スキャナーですね。僕、科学記録と言っています。単に写真撮るんじゃなくて、画像から材料分析できるわけであって、また、非常にもう、その大きな屏風を、その顕微鏡で見てるような、もんですから、その技法を研究する、技法を解明することは可能になるのではないかと思っています。先生、すみません、数字が出てましたけど、これどれぐらい、何画素ぐらいあるんですか？まあ、最近のは、ちょっとこの映像では、少し過小で紹介してるんですけれど、最近はまあ、100から200億画素は、億ですか？普通、デジカメとかが100万とか、数百万画素ぐらいですよね。数千万は、今、数千万のは、まあ、カメラは多いんですけれど、まあ、業務用だったら、まあ、1億画素は最近出てきてるんですけれど、それの100倍から、まあ、数百倍ぐらいは、ごくごく普通で僕らやっていますね。なるほど。これが、さっき映ってるスキャナーが先生が開発された。そうですね。そうですね。それで今、こう、だんだんこう、拡大していきますと、はい、細かいところが見れるわけですね。それは、実際この映像で説明はしてるんですけれど、これは非常に複雑な技法を使って、金の下に、まあ、私は専門家じゃないので、そんなに、
ちょっとハテナついてこう説明しますけれど、そのやはりその、そういう複雑な技法を少し解明できるように、まあ、専門家と今でも話しています。なるほど。そういう、はい、金とか銀が使われているってことなんですか、この屏風の中に。その金と銀は使われているんですけれど、その、複雑な重なり合っている、ところもありまして、それは非常に重要なポイントになります。なるほど。じゃあ一旦ここで動画を止めまして、はい、ちょっと駆け足で動画の方も細かいいろいろ説明されてたんですけど、ちょっとお聞きしますが、LED が出てましたよね。その LED の光が、はい、あれは、はい、いわゆる僕らが見る可視光だけじゃなくて、なんか赤外線っていうのも書いてありましたけど、はい、そのいろんなその波長、まあ、波長というのをスペクトルっていうんでしょうけど、それで測るというのはどういう意味があるんですか？そうですね。赤外線で見ると、普通の可視光で見る、情報は違う情報を得ることは、できます。違う情報。また、はい、違う情報、より深い情報が得られることはできます。その赤外線だけじゃなくて、まあ、この屏風は赤外線と、可視光ですけれど、まあ、普通は私たちは、その、いわゆる、三色ではなくて、はい、7色とか8色ですね。いわゆる、まあ、たまたま人間の目はその非常に3色に敏感ですけれど、その、まあ、動物でそのもっと、よく見えるのはあるんです。はい、その違う波長領域で見れますので、これはこういう話をすると、あ、やっぱりこのイデもその、まあ、安田さんと近い専門で、その、やっぱり光を見ると波長の話になって、はい、波長で見るものも違うということです。だから私たちは普通見えないものを見れるようにしたいんですね。その人間の目を超えた見方をしないと、そのこういう昔から残っているものを、きちんと分析することはできないんですね。なるほど。目に見えているものだけじゃないんですね。そうですね。だから人間の目、たまたま三色に非常に敏感で、それを理解できるんですけれど、うんうん、それだけは世の中の色ではないんですね。なるほど。例えばそういう波長で分析すると、どういうことが分かったりするんですか？そうですね。例えば、その、まあ、これはこの屏風の話ではなくて、別のケースですけれど、その、例えば、絵師は、その弟子に、こう、指示を与えてるわけですね。それをその絵 の, 壁画にこう描いてるわけですね。はい、ここで何を描けばいいかという、はいはい、それを赤外線で見ますとしっかり出てくるわけですね。見えるようになるわけですね。見るね。だからこの、どのように描かれたか、その中での人間関係どうだったか、あるいは、まあ、うん、赤外線人間関係ですか？人間関係が分かってくるんですか？人間関係が分かってくる。それはやっぱり弟子とその、絵師ですね。そういうことと、その、まあ、ちょっと、説明すると長くなりますから省略しますけれど、はい、他の見ていただくと僕らのビデオとかそういうのありますので、はい、それはやっぱり技法とその、その人の、ね、考え方を知りたいんですね。500年前に何を考えていたかというのは私の個人的な興味でもあります。この今後ろにある屏風ですね、これは非常に独特な宇宙観を表すものであって、この、非常にこう複雑な、こともここにあって、よくこう、春夏冬、秋になってるんですね。この冬は夏のすぐ後であって、その冬の秋になってるんですね。この四季ですけれど、ちょっとその違う四季の書き方をしてるんですね。これ私はもう、ちょっとそういう専門家をね、に会うたびに、これはなんでこうなってるんかと聞いています。だからその裏に、より大きな考え方はあると思いますし、これは、まあ一つ、まあ、ある人は言って、どれぐらい正確か分かりませんけれど、
これは日本のその当時の宇宙観を表しているものだと。それで宇宙観というのはその、太陽ですね、そしてお月さんですね、そしてその、間にある雲とか山とか水とか、そういうのはその、まあ密接に仏教と関係しますけれど、あるいは哲学に関係しますけれど、それはこの屏風でこうある程度こう残されているということで、なるほど、国宝になる理由も理由が分かってくる。まあでもそういうことがその科学技術的な分析もからも分かってくるってことですね。そうですね。非破壊的。非破壊検査ですね。私たちがよく工業的には非破壊検査というのをやりますよね。検査ですね。そういうのが絵画、そういう絵画に。非破壊的記録という。はいはい。なるほど。で、ちょっとまあ話が戻るかもしれないんですが、はい、そもそもですから、その、こういうまあ文化財のデジタル化っていうことをやり始めたその目的といいますか、意味というのはどういうところにあるんですか？その、まあ、意味は非常に、まあ、いろいろな角度から見たら、いろいろ、深いこう意味がありますけれど、その、まあ、私はその文化財をこう守るということは、さっき、4つの、いわゆるこう戦争とか無知とかそういうのこうそういう敵があって、その文化財をそこから守らんとあかんということは言ったんですけれど、実はそれはその4つの問題は常にあって、そのいつも社会的なこうまあ関係までこうまあ問題になるわけですね。その4つの大敵というのは、それはデジタル化というのは、まあ、私は、まあ、その個人的な、例えばこの屏風の、このさっきの映像の最後、後ろの方に、紹介しているものはありますけれど、その、私たちは、いわゆる、東日本、災害の時の、その後で、その今、東北大学で、その、研究室をまあ一緒にこう作って、そこで何をやってるかというと、古い地図を撮影してるんですね。その古い地図を撮影して、それで何を学べるかというと、それは実際こう、岩手県で起こったことですけれど、津波はもう登ってきて、そしてこの降りていくときは、その地形は変わったわけですね。その地形はどういうふうに変わったかというと、それ昔の地形になったわけですね。埋め立てていたところは、全部昔の地形に戻ったわけですね。それ新しく解析したものが全部流されてしまったということですね。そういうところで、まあ、いわゆる東北の防災圏で、そういう情報を使って防災に役立てる、にはいいんじゃないかとか、あるいは、まあ、幸い京都は少ないんですけれど、東京はその下にいっぱい川が流れてるわけですね。古い東京の地図を私は超高精細にデジタル化して、その災害に防災に使いたいなといつも思ってます。はい、古い地図は防災にも役立つってことなんですね。そうですね。だからそれは実際今、まあ、数年前からこうやっていて、今少なくとも私知ってる研究者はこのテーマで研究して、まあ、数ヶ月前に仙台でシンポジウムあったんですけれど、もうしっかりこう研究、熱心に研究している先生方はかなり数が増えていますね。なるほど、なるほど。ちょっとね、すみません、動画の最後の方ちょっとご紹介できなかったんですけれど、はい、あとね、古地図をスキャンされているようなところもありましたよね。はい、そうですね。でですね。で、まあ、ずっと今、井出先生と言ってるんですが、まあ、見てる方、気になる方もいらっしゃるかと思うので、ちょっと、生まれをお聞きしたいんですが。そうですね。どうぞどうぞ。私、最初こだわって、これは怪しいものではないんです、ということで、まあ、それは、まあ、私は、生まれは、イランで、カスピ海の、まあ、田舎、ですけれど、カスピ海沿岸の、田舎で、その、まあ、多分、その、知らないうちに、その、まあ、ペルシャとかイランの、その古い文化ですね、まあ、数千年、五六千年、以上、世界でもね、一番古い
文明の一つですね。そういうやっぱりこう、文化をなんとか大事にしなければならないのは多分知らないうちにこう、頭のどっかにこう書かれているのではないかと思いますけれど、そういうところは、まあ、中近東は非常に多くのこう戦争とかその災害の場になってしまってはいるんですね。そういう、それでもやっぱり私はできたらその、まあ、イランはイラン以外、まあ、エジプトとかシリアですね、まあ、世界の最も、はい、古い文明の一つです、イラク。なるほど、まあ、今も戦争が、ね、やっぱ起きて開催されている。それはものすごいスピードで破壊されていますね、うん、それをなんとか、守らなければならないということは実は私個人の、使命感的なところで、とその千年を一生懸命アジアのあちこち走ってやっていますね。なるほど、まあ、ということで今日本の、こういう芸術というのを中心にご説明いただいたんですけど、まあ、実は当然といいますか、井出先生はもう国際共同プロジェクトというのもたくさん携われておられるということですよね。ちょっとここに地図がありますが、例えばどういうプロジェクトを今までやってこられたんですか？そうですね。この地図は少し古いんですけれど、私たちはやっぱり文化財を京都の井出研究室に持ってくるのは不可能だったから、井出研究室で作ったスキャンナーとか機材ですね、それを世界のあっちこちに持っていったわけですね。持っていったんですか？あれを全部、大きな機械ですね。実験室、共同実験室を作って、今でもあります。今、この赤い点があるのは、10か十数箇所ですけれど、実は、もっと数があります。中国だけでも4、5箇所があって、あと、まあ、イタリア、ロンドン、あとアイランドとか、そういうところもその共同プロジェクトを実際やって、一部のところにこの機械も残って、そこで皆さん今でも使ってるんです。なるほど。中国、アジア、中国、アフリカ、中東、アメリカもありますね。そうですね、アメリカでもかなりいろいろなプロジェクトをこうやってるんです。まあ、実際その、僕ら2つの点で非常に大きなもの、ね、屏風ぐらい大きく4、5メーターぐらい、高さ2メーターぐらいの大きな絵画を超高精細で撮影するのは、まあ、得意であって、それで今でも、まあ、次は今11月末でこうスイスでまた大英博物館でこう、撮影を予定はしています。なるほど。ちょっと一つ動画をちょっと流しながら、もうちょっとお話を続けてもいいですか？まあ、たくさんいろんなプロジェクトの動画資料いただいてるんですけど、ちょっと時間もないので一つだけ、これはどこのものでしょうか？これはイギリスにプロジェクトの出発はイギリスのヴィクトリア・アルベルトという有名な美術館ですけれど、ここは実はこれ今見ていただいているのは一種のね、まあ、日本で言えば祇園祭りですね、ベルギーで行われていた祭りです。お祭りですか？はい、祭りです。これは5つの大きな絵画で描かれたものが残されていて、それを僕らはデジタル化してるんですね。これは研究室のメンバーと認知のものです。それはどういうところに残っているかというと、ヴィクトリア・アルベルトに残っているのは1枚、そしてイギリスの別のところ1枚あって、うん、そしてスペイン の, プラド美術館と、5枚の絵がいろんなところに分散している。同じストーリーの絵はいろいろなところにあって、一箇所に集まることはなかったんですね。はい、なるほど。そして、さあ、デジタル技術を使って、これを初めて一緒、同じところに人に見せましょうということは、一つの、まあ、イギリスの博物館は中心になって、それで、まあ、やっぱり撮影は、私たちは得意なところですので、それで、私たちは
機械を、機材を、大きな機材を持ってイギリスとかまで、それをそこでもう走り回ったわけですね。なるほど。で撮影して、そしてヨーロッパハウスですね。ヨーロッパハウスで、こう、その展示会を3年前で、まあ、確かにそういうふうに分散している美術っていうのは結構あるんでしょうね。そういうのは本来は一緒に見るものをなかなかこう見れていない。それはデジタル技術を使えば、いっぺんに本来あるべき姿で見ることができる。そうですね。ということは。それは、実はその、これをね、見た、学芸員は、ここに、どっかに出てきますけれど、学芸員の方は、自分がこんなにこう、近く、こんなものを見たことないので、例えば、赤ちゃんは、子供は、冠を被ってるわけですね。つまり、それは、まあ、将来王様になるだろうというのは、そういう、こう、さっき申し上げて、いろいろな考え方が、わかるということは、そこの人の生活までわかるわけですね。まあ同じこと、近いことを別のプロジェクト、京都でやってるんですけれど、そこで400年前のね、弁当の形をこう高精細で撮りますと、その、実はかなり今の弁当に近い形になってるんですね。昔の衣装と言いますか。そうですね、はい、文化が分かるということですね。そうですね。これはほぼ400年前のものですけれど、服ですね、柄ですね、そして有名な人物はここでこう見えるわけですね。なるほど、これすごい細かいですね。ちっちゃな人がいっぱい、そうですね、そうですね、非常に細かい感じですよね、はい、つまりそういう意味もあるんですね。で先生、でもこういう国際プロジェクトっていうと、やっぱり、まあ、僕もエンジニアとしていろいろと海外の人とやったんですけど、やっぱりなかなかこうコミュニケーションとかチームビルディングちょっと難しいんじゃないかと思うんですけど、非常に難しいんです。非常に難しいんです。だからそれはやはりこう、まあ国宝クラスのその文化財を扱うと、その持ってる人は非常にこう心配するわけですね。それで心配してそれを納得させるのは、いろいろな、まあ、技術的なことも説明してあげなければならないわけですね。例えば、この後ろにある屏風は、年間2日間しか出してはいけない。まあ、ちょっとたまに4日間ぐらいと、まあ、かろうじて許されるぐらいですけれど、その、なんでそれは4日以上ダメかというと、それはやっぱり火を浴びるわけですね。火は、明るさというね、光は、非常に害を与えるわけですね。それを、例えば私たちはスキャニングをしているのは、LED で光を与えてますよね。どれぐらいの光を与えてるかというと、これは光を与える当てるというのは、人間はレントゲンを取ると同じと思ってくださいね。その、必要であるんですけれど、そのレントゲンを、10回、取ってもいいかといったらそうじゃないわけです。だから人間はこのある限られた量しか、許されませんので、この光も同じです。この、それで、まあ実際僕ら、ビクトリア・アルベルトで、ものすごく、細かい技術的な打ち合わせもして、例えばそれを展示したら1週間ぐらい博物館ライトで、博物館の光で展示しますけれど、まあ僕らスキャニングするとそれに数時間に相当する光を当てるわけですね。それでそういうことはやっぱり非常に、まあ日本の国内でも難しいところであって、国際的なことになるとますます難しいです。はい、だからそれを、もう気を使いながらテクノロジーを開発しないといけないと。だからその信頼を得るために非常にそのやっぱり技術力は何よりも大事であって、なぜ私たちはイギリスまで行かなければならないかというと、やっぱりそれはその違いがありまして、イギリスでベルファストでもタイタニックの、はい、ありがとうございます。でですね、先生、ちょっと次はですね、もうちょっと新しい試み
っていうのもいろいろやられているという話をちょっとしたいんですけれども、次の動画は、ちょっとお見せいただけますか。火曜図の鷹のやつですね。これ、実は今までの話はどちらかというと、修復であるとか保存であるとか、そういう、まあ、自然災害。でもこれはちょっとこう、見た人が楽しくなるようなコンテンツですけども、これはどういう意図で作られたんでしょう？そうですね。やはりこのデジタル化の目的ですね。その、なんでデジタル化してるかというと、僕らはその、まあ、第一の目的は、もう、第一と第二ぐらいは、保存ですね。ただ、第三と第四もありまして、それを、例えば教育にこう使いたいわけですね。このなんでこのレピカを作ってるかというと、そのお寺の方は、やはりこれをね、今、学校でね、見せてるわけですね。子供の教育。これは教育にこう使いたいと。まあ、こういう動かしたりとか、あるいは、これは仁和寺の襖絵ですけれど、これはまた非常に、そういう教育の面でもすごく大事なことであって、今、お見せした場面は、これ、鷹狩りですね。鷹狩りの場面であって、この、私たちは鷹狩りの、まあ、研究というか調査をあちこちでこうやっていますので、そういう一つの、高品質の画像はいろいろな形で使えるわけですね。教育にも使えるし、保存にも使えると。今は、今、また違う映像になりましたけれども。はい。これは、仁和寺の VR、観音堂の、VR ですね。バーチャルリアリティ。バーチャルリアリティも言葉広いからいろいろありますけれど、これは、観音堂の、すべての、まあ、そこに33体の、仏像ありますけれど、それを一体ずつ、こう、三次元、化して、そして三次元化したものを、いわゆるこういう形で、人に紹介しています。実際、今でも、仁和寺で、月末までありますので、ぜひ、この仁和寺のホームページに行けば、これの詳細が、見えます。これはなんで大事であるかというと、なんで VR を作らなければならないかというと、それは、やはり、観音堂は非公開のところです。うん、あんまり、その、人は、行って、はい、中を見たいことはできません。そういうところで、やはり、いつでも見れるところ、そして海外でも見れることは、人に見せられること。そして、これは驚くほど、この、重要なポイントいっぱいありまして、例えば、これはよ、色は非常に鮮やかですね。この鮮やかさは、400年前の京都の、絵師というか、仏像を作る、方々の、その腕の技法の高さを表すわけですね。なるほど。すごい、今これコンピュータグラフィックスなんですけれど、すごくその精密といいますか、細かなところまで再現できてますよね。そうですね。それは、まあ、こういう、こう、ことは、まあ、私は少し、全体的な流れに少々私は影響あったと自慢したいところでもあるんですけれど、やはり私はさっき言ったその文化財にもっとこうお金を資源を使って、はいはい、その、まあ一昔だったら例えば文化庁に保護課がありましたんですね、はい、その今はその保護課は名前が変わって保護文化財活用かなっているわけです。その文化財活用というのは20年前はもう僕らはこう言葉を使うとき非常にその人のに傷つかないように注意していたんですけれど、はいはい、そうです。今は文化財あるだけではダメで保護するだけでは何のため保護するかというとやっぱり活用しなければならない。その活用はどういうところで活用できるかというと、やはり教育です。もう一つは日本の文化を海外にその紹介することによって、ブランドですね。
ブランドに非常にこう、まあ、ジャパンブランドという言葉もあの国のプロジェクトでたくさん ありますけれど、ね、副省庁はやりますけれど、やっぱりあのその国のあるいは国民のブランドを上げるために文化財は一番役に立っていますね。今先生写真にあるのがさっきの VR を、これ実際仁和寺で公開してるんですね。そうですね、それは仁和寺でこうあの公開して、この今ちょうどあの感染の問題は非常に厳しいので、そのこういうふうにコロナの問題はあの問題は大きいので、ここで非常にこう注意深く企画して、まあ本来だったらまあ今1回で3人しか座れませんけれど、本来まああの300人ぐらいあの集めたかったんですけれど、試験公開ってことですね。はい、今あの住職さんも、はい、そうですね、これはあの、仁和寺の総長だと思いますけれど、はい、そのこれはあの、いわゆるその仁和寺のそのお寺の方見ても驚くぐらい面白いというふうに言われてるんですね。これはちなみに私まだその正確なその数字は出ていませんけれど、ほぼ 100% 満席であの実行できたんじゃないかなと、あの、そう思いますね。すごいですね。でもね、こういう仁和寺の方も協力的だっていうのはすごく素晴らしいですね。そうですね。そのやはりそのまあお寺の方もやっぱり昔もそうだったし、今もすごくこの、バイタリティのあるところは多くて、そのお寺の方は特にまあ例えば京都の仁和寺さんは非常にこう新しいことをどんどんこうやって、そのやっぱりその宗教のそのメッセージだけではなくて、そのやはりそのメッセージをあの人に伝えたいと、その VR もデジタルもその一つの方法だというのは、あのまあ3代前のあの門跡さんはそうおっしゃって、私たちにこういう道をまあ10年前に作ってくださったんですね。なるほど、素晴らしいです、はい、やっぱりさすが京都、さっきのハイテクもあり、はい、芸術宗教もありというところがやっぱり京都らしいってことなんでしょうね。そうですね、だから京都はそういう文化の、深いこうところでもありますので、まあ私たちみたいな変わったものにも多くの活動の場があって、まあ実はこの京都からそういう一つのね、まあその多分後ほどの話になりますけれど、そういうビジネスの場を、美しい映像を、デジタル技術を世界に発信できる若者をもっと京都で作りたいとは、はい、素晴らしいです、ね、思っていますね。まあでもやっぱり井出先生すごいなと思うのは、そういう国宝であるとか、もう由緒正しきお寺なんかにこうどんどんこう仲間にすると言いますかね、そう入り込むと言いますか、そういうところがこう研究者ではなかなか珍しい方なんじゃないかなと思ったんですけど。それはあのまあ珍しいというよりも、研究者とかまあ大学のあのバリアはまあ昔ながらちょっと高いんですけれど、やっぱり現場力は大事であって、まあ、私はもうどんなプロジェクトでも現場に何回も何回もこう行きます。たまにね、この人は本当に大学の先生ですか、こんな暇な先生世の中にいますかと言われることも、たまにあります。なるほど、なるほど。ただ絶対こう現場に足を運ぶのは非常に大事なことだと。現場が大事だと。まあ、さっきの仁和寺 VR です。今、ポスターが出てますけども、今月末までですね、7月31日まで仁和寺で公開してる。で、まあ、予約がいるそうですけども、まあ、誰でも見ることができるということですよね。はい。ぜひぜひ見てください。それではちょっと時間もなくなってきましたので、最後のセクションで、ここちょっと先生の思いが結構詰まったことをお話しいただけるのかなと思ってるんですが、パワーポイントを出しましょうか。はい、短く。短く切る。すいません、時間が。ならない。予定の時間が落ちましたね。はい。では、最後に、まあ、今後のことといいますか、こういうことをですね、どういうふうにこう将来結びつけていくのかっていうのと、特にこれから新しい仕事を作っていく人たちが、まあ、特に若い人たち
がですね、まあ、今こういろんなところが行き詰まって、これまでの分野をそのままやるだけではなかなか立ち行かなくなってきてると思うんですね。そういうところにこう新しいものを作ってきてる、まあ、そうやってこう新しい分野を切り開いていくっていうところから、ちょっと先生に何かメッセージをいただきたいなと思うんですけど。そうですね、その新しいものを、ちょっとこの、絵の説明をする前に、で申し上げたいのは、ちょっと私は、まあ、京都大学の教員としてこう戻ってきたときは、その京都工業会 の、 知人は講演頼まれたんですね。話を頼まれたんですね、はい、そこで私はその、今たまにこの昔のノートを見ますと、そこで私は変わったことを言ったんですね。非常にショッキングだったんですね、はい、その、そこで何言ったかというと、その皆さんは和風ハンバーグをよく好んでです和風ハンバーグね、その大学のメニューにもあります和風ハンバーグ、ハンバーグに、はい、ハンバーグの上に少し大根おろしを置くと、はいはい、ね、非常に美味しくなるんです実は、はい、私も和風ハンバーグの大好きですけど、はい、好きです私も。そして私はね、こうやっぱりその私たちもちょっとやめてほしいんです、和風ハンバーグという言葉も。洋風おにぎりを作ってほしいんですと、はい、洋風おにぎり、そうです、京都の企業のベテランの先輩方を前にこんな生意気のことは言ったことはあります。その、洋風おにぎりを、作るというのはもう、洋風おにぎりないんですね、言葉もないんです。このビデオに変な言葉です。その洋風おにぎりは、まあ、その後なっていろいろいわゆる海外でも寿司屋もあって、この丼も日本のはもう海外にも行って、ライスボールとかそういうのはなって、まあそれは多くの方はこの洋風おにぎりという、概念を実行したんですけれど、まだまだ足りないんですね。これからは私たちは日本でこう多くの発想が、非常に素晴らしい発想がありますので、それをまず企業化して作って海外に持っていく、うん、そして世界とともにそれをこう、まあ、そういう考え、そういうものを使っていくということは非常に大事な概念になるんじゃないかなと思います、ね、日本にも素晴らしいアイデアがいっぱいあるってことですか。いっぱいあると私は思っていますね、はい、それをもっとそれにも目を向けて、それを海外で大きくする、海外も含めてね。どうして、まあ、京都だけで狭いところで頑張ってもね、それは知れてるので、うん、この、私よくこう何回もあちこちで申し上げてるんですけれど、京都から日本と京都から世界へということをやっぱりもっと意識してやりたいなと思います。このイメージのお話をちょっとさせていただきたいんですけれど、これは2013年のまあ、どっかの講演会のちょっと、その紹介ページですね。これはどういうことかというと、あまり長く時間もないので年で切られたら困りますので省略しますけれど、この、はい、この絵を私はフランスでこうメゾン・ドゥ・カルチャーですね、その日本の文化交流は、ちょっとバブルの時素晴らしい、建物はパリの真ん中にあります。それは日本の文化を、フランスとヨーロッパに紹介する、数多くのプロジェクトをやって、それで私たちにこういう文化財をキーワードでパリでこうやってくださいと言って、まあ、やりました。私と、はい、あと、まあ、10人ぐらい、京都から行って、そこで、まあ、講演会を、講演会と、実は、書道と、そして、いけばなと、まあ、冬だったんですけれど、朝早く、
フランスのなんかあっちこっち花屋さん行って、はい、花を優れた素晴らしいあの生け花をそこで、はい、あのやったんですね、はい、そこで私はその、まあ、次の言っていただきますか、そこであのこういうメッセージを私はこうあの話すことができたんですね。その、はい、まあ、エクスプレッション、まあ、もともと英語で、これはあの申し訳ないんですけれど、日本語で説明しますけれど、私は表現とエクスプレッションという言葉をこう使って、うん、そしてこう日本人のね、日本的な表現は何か、どういうふうに表現するかというふうに、私はこう、はい、まあ、講演全体はこれだったんです。デジタル表現という話だったんですけれど、タイトルはデジタルだったんですけれど、まあ実際デジタルも説明したんだけど、日本の表現は、世の中と違うんですか？あるいは、こう、まあデジタル技術を僕ら使って、日本的なことを世界にどういうふうにできるかということを、私は言いたかったんですね。そこで、答えもそこで4行で書いてるんですけれど、その日本の表現のこう優れたところは、私はその短い、うん、まあ、短いみたいにこう延々と喋るんじゃなくて、日本はまあ俳句みたいにこう、きれいにまとめて、短くまとめてるんですね。だからその表現は短くて美しいということです。うん、そしてもう一つは、まあ、ストライキングという、まあ、衝撃的という言葉は使って、んですけれど、これちょっとよりいい言葉はなかったんですけれど、これを表すの日本の書道というふうにこう私はこう、まあ、ちょっとはてなつきますけれど、そういうふうにこう書道をこう、まあ、実際その、講演の後はまあ書道 の、展示もやりました。そこで日本の書道家は何人いらっしゃったので、そこで俳句を書いて、配ったんですね。ヨーロッパ中からその博物館関係の人集まってくれたので、ちょうどいいところだった。そしてその重要なもう一つの言葉ですね、これはエレガントですね。エレガン、まあ、日本的なエレガンスですね。これは他のところでなかなかまあ、こういう、まあ、私は、私の定義のエレガンスは、定義難しいんですけど、日本とか、あるいは京都で、そういうエレガンスが、あっちこっちで見れるんですね。例えば、お皿で、こう、普通の、お店で、こう、注文すると、きれいにこう並ぶんですね。きれいに並ぶだけじゃなくて、はい、色彩も、きれいにこうできるんですね。それで、うん、まあ、よく、うちでも私は料理作るんですけれど、そのエレガンスと色彩は全然できないので、ちゃんと表現できないので、いつも怒られていますけれど、この日本的なエレガンスは、非常に、まあ、表現にはあると私は思っています、ね。まあ、私たちは普段、あまりこう、意識しないんですけれども、やっぱりそういうのは日本の伝統的なものがずっと今でもあるってことでしょうか？そうですね。まあ、伝統的か、まあ今でもその残っているかということだと思いますけれど、独特なエレガンスは私はまだよく見れます。はい、なるほど、なるほど。はい。で、次で行きましょうか。はい。そうですね。ここでね、実はこれ2013年だったんですね。福島原発のこの爆発の後ですので、私はかなりどこ行っても学会でもみんな心配してたんですね。日本はこんなに一生懸命やる国で技術者も素晴らしいなのに、こんなことなんで起こるかって言ったら、まあそれは、すべてエレガントではないし、すべてしっかりしていないので、ただそのエレガンスの一つの例として、この絵を私は見せたんですね。これはどういうことかというと、この原発問題の直後に、このある若い画家さんは、その、はい、福島の周辺に行って、この木の葉っぱとか木の実ですね、これそこに落ちているものを
一つずつ拾って絵にしたんですね。これ結構一個ずつ違う葉っぱですね。この絵は結構大きい絵です。結構大きい。これ日本の画家が描いた絵なんですね。そうです。若いあの画家さんで、うん、そしてここで何を表現しているか、この葉っぱというのは、これは次行っていただけますか。次の絵にあるんかな。あの、いや、あの、いやいや、次で。もう一つ次、あ、これですね。これは少し分かりやすいかもしれませんけど、これはその一つの本当に生きたような葉っぱですね。はい、形もなんか、面白い形をしている葉っぱであって、そしてこれはまあ、あの、また説明できれば時間あればしますけれど、あの、この絵はね、何を描いてるかというと、葉っぱだけじゃなくて、よくよくその下を見ると、2.82マイクロシーベルトパーアワーという、はい、すなわち汚染された葉っぱですね、これ。あの葉っぱはそこの絵の中で見た皆さんは、すべての葉っぱは汚染されていますね。そして、それをその画家は何を言いたいか、私、勝手な解釈ですけれど、もう山と森を見なさいと、そこにある葉っぱは全部これぐらい、あの、別にこれ選んで、あれなもの、測ったものじゃないんです。形で、まあ、これを描きたいと決めて描いて、その測ったんですね。それは、その、いわゆる芸術家は、その、そういう強い、私から見たら非常に強いメッセージを、あの、発信していますね。この、壊すなよ、自然をとか、その、汚染させるなよとか、そういうの。これは、一個の葉っぱはこれですけれど、これを積算して、その森も山も水も汚染されていますよということを、なかなか学者の私たちは、私は結構、そういう原発問題で騒いでいましたんですけれど、やっぱりそれを表現できないんですね。この芸術家だからできるんです、これを。それをやっぱり非常に受けたんですね。この講演とこの話はパリで、その、しかも日本の正式なあの場でですね、こういうことをあの私たちはこう、表現できる、そしてそれを責任を持って自然に対して非常に僕ら敏感だよということをあのみんなに伝えたかと思いますね。なるほど。まあ、そういったその、まあ、繊細さといいますか、まあ、というところがこう、まあ、これからの社会にこう生かされていく。そういう提案をしていかないといけないってことなんでしょうかね。そうですね。あの、まあ、ここは、ちょっと、僕ら、その僕らの、まあ、仕事のフィロソフィーみたいなもの、これはあまり変わっていないんですけれど、僕らイメージからコンセプトを作るということ、あるいはコンセプトから、その、イメージをこう作り出すというイメージのプロフェッショナルだと、あの、思ってますね。はい。なるほど。確かにイメージングという今日は技術の話なんですけど、まあ冒頭おっしゃったように、そういうイメージを分析すると、その、例えば技法であるとか、どうやって作ってきたかが出てくるっていうところは、まあ、いわゆる人間の心みたいなところで繋がってるってことですもんね。まあ、なんかそういうところからこう新しい仕事というか、まあもっと実はこう目の前で見えているんだけど見ていないものとか、そういったものがあるのでしょうかね。それ私はこう言われて初めて気づくんですけど、まあ、先生の目にはそういうのがいっぱい見えてるってことですか？いや、それはあの、まあ、私はたまたまこのみんなこれを見てこの、この絵のこの葉っぱの下に恐ろしい数字が書いてあるわけですね。シーベルト。それを想像できるか、それを恐ろしく思えるかどうかということですね。はい、それはあの、やっぱり芸術ですね。はい、ありました。じゃあ先生、ちょっと時間もなくなってきたので、まあ、まだまだお聞きしたいことがあるんですけれども、ちょっとこの、どういうヒントを得るかはですね、これちょっとみんなが自分で考えないといけないってことですね。だと私はこう理解しました。はい。では、今日ちょっと遅い時間まで、ちょっと時間もなくなりましたので、視聴者の皆さんからの質問をちょっと受ける時間がなくなってしまいまして、大変申し訳ないんですけれども、これで、井出有先生のお話を、お聞きするのは今日はこれで終わりたいと思います、ね。どうもありがとうございました。ありがとうございます。
はい、今日は、まあ、遅くまでちょっと10分ほど超過してますけれども、どうでしょうか。まあなんていうか、私が受けたメッセージとしては、やっぱりこの新しいものを作っていく、新しい仕事を作っていくっていうときに、実は私の身の回り、まあ日本の周りにはいっぱいこうまだいいものがあって、そういったものにこう目を向けて、それを国際的に大きくしていくっていうことがまだまだできるんじゃないか。まあ、そういうふうな、こう、ちょっと希望みたいなものを感じた、今日の講演だったと思います。それではまあ来週、再来週もどうぞよろしくお願いします。では最後に松川さんに、締めの言葉を お願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。全然時間が足りなくて本当に申し訳なかったですけども、ね、知り合いの方とかで途中製品外してしまった人とかいましたらですね、同じ URL で、もう一回見ることもできますので、最後まで、別の時間に見ていただければと思います。井出先生、安田さん、今日は本当にありがとうございました。さて、私たちがいるこのスプリング X ですけれどもね、6月29日、グランフロント大阪のナレッジキャピタル2階に、オープンしております。同時にですね、スプリング X メンバーの方、会員登録の方も始まっておりますので、ぜひ皆さん登録してください。登録料、会費とも無料になっています。概要欄のリンクのところから、ご登録いただけます。また、今後も超学校オンラインは、様々なプログラム開催してまいりますので、そちらの案内も出ていろいろ申し込んでみてください。さて、来週はですね、この、仕事を生み出す秘訣シリーズ、投資のテクノロジーで世界を変える独創的な研究から生まれた本格派スタートアップということで、神戸大学数理データサイエンスセンター教授の木村健次郎先生に、ご登壇いただいて、お話を伺いたいと思っております。ぜひ皆さん、登録お願い、申し込みの方お願いします。で、その次の週、7月28日はですね、仕事と遊びと社会貢献ということで、シビックテックの可能性。こちら、株式会社ラリーの代表取締役、大山さんの方に、ご登壇いただいて、こちらも説明いただき、お話を伺いたいと思っております。楽しみにしています。以上になりますかね。それでは本日も、たくさんの皆さん、ご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。